今回ちょっとセッティングがいつもと違うじゃないですか。はい、今回はですね、はい、大塚国際美術館さんからお声掛けをいただきまして、はいはい、ロケに行かせていただきました。の行ったよな、はい、俺行きたいって言ったのにさ、はい、大人の事情で、はい、和田が代わりに行って、はい、美味しいもん食べて帰ってきたって聞いたぞ。ちゃんと大塚国際美術館さんの魅力と、うん、あとあの鳴門市の魅力も、鳴門市の魅力までやってきたの。はい、すごいね。できましたので。あ、それこれ何作ってきたの。はい、動画。ほほちゃんと取材してきてくれたね。じゃあ、はい、いいですか、皆さん和田さんが取材してきたやつ一緒に見てください。もう特別編と出てるよ。こんにちは、和田です。今徳島に来ています。渦潮近くで見に行ってたんだ。この船に乗って船酔いしなかった。おー、偉い偉い偉いってない。山田五郎大人の教養講座特別編 in 徳島。大塚国際美術館と鳴門市の魅力大調査スペシャル。このチャンネルの初のロケということになりましたけど、はい、五郎さんいないですね。はい、五郎さんはお留守番です。諸事情によりお留守番ですが、はい、頑張りたいと思います。はい、頑張っていきましょう。じゃあまずは渦潮どうでしたか。あ、渦潮すごかったです。迫力がありました。ちゃんとこう渦巻いてるんだなと思って。私も映像撮ってましたけど、はい、綺麗にたくさん撮れたので皆さんにお届けしたいと思います。はい、じゃあちょっと移動ということで、はい、渦潮を堪能した後は今回の目的地である大塚国際美術館へ。はい、ということで大塚国際美術館さんに到着しました。おー、はい、やってきましたね。やってきました。で、私たちをお呼びしてくださった大塚国際美術館さんの松浦さんです。お願いします。こんにちは、大塚国際美術館の松浦です。よろしくお願いします。お願いします。当館、当番目が美術館なんですけれども、はい、ぜひご覧いただきたいなと思いまして、はい、はい、お越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。大塚国際美術館さんは、はい、どのような美術館さんなんでしょうか。はい、あの当館は世界26カ国、190余りの美術館が所蔵している西洋名画を約1000点展示しているんですが、ただちょっと特徴がありまして、はい、展示作品すべて陶板という陶器の板、焼き物で、作られていて、はい、原画と同じ大きさに、再現している美術館です。はい、すべて陶板で、はい、原寸大に再現しています。大塚国際美術館の絵画はすべて陶板、つまり陶器なんです。陶器の大きな板に原画に忠実な色彩大きさで作品を転写、約1300度で焼き付けているんです。細かい部分は技術者の手仕事により、作者の筆使いまで再現されています。あ、はい、すごい楽しみだったので今回はたくさん見ていきたいと思います。ぜひ、館内も鑑賞ルートが約4キロととっても大きな広い美術館ですので、はい、満足していただけたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。お願いします。それでは大塚国際美術館の館内へ。エントランスを入ると長いエスカレーターがお出迎え。こちらを登るとたくさんの名画が待っています。その前に館内の構造をお伺いしてみました。当館は山を削って掘って、そして、まあ、先に建物を建てて、その後土をかぶせる木を植えたということなんですけど、今からエスカレーター約41メートルあるんですけども、それで中に入っていくんですが、山の中に入っていくという、はい、国立公園かなんかだから、ね、外から見ると規制があったんだよな。建物は見えていない状態で、山の中にあるフロアになります。何階建てになるの？一応5つのフロアがありまして、で正面玄関から上がっていった初めてのフロアが地下3階ですね。はい、地
はい、地上から上がってはいくんですが、はい、まあ、山の中にあるということで地下というふうにこう考えていて、地下3階、地下2階、地下1階と3つのフロアだけ山の中にあります。もうちょっと見えますか？そうですね、はい。ではまずこちらなんですけれども、はい、システィーナホールです。うわ、現地バチカン四国にあるシスティーナ礼拝堂を空間ごと原寸大に再現した展示室となっております。うわ、すごい。米津玄師がやったところだよな、はい、正面に見える最後の審判の幅は約13メートル、システィーナホールの大きさは高さ約16メートル、奥行き約40メートルだそうです。広いですね。はい、なかなかこの原寸大でっていうその中で身を置くということが、ね、はい、やっぱり現地に行かないとできないことなんですけど、壁に壁画もやってほしいな。原寸大で空間ごとを再現してますので、現地にいるかのような気分で楽しんでいただけるかと思います。あ、すごい、ちょっと鳥肌が立ってます。ぜひ近寄ってご覧ください。あのチャンネルでやった川の、はい、あ、そうですね、川ので分かるところがすごいね、この楽曲が自画像と言われている、はい、はい、ものが描かれています。もう無理だという、そうですよね、その時のこう、はい、気持ちが現れた自画像になっていますね、はい、すごいですね、はい、こんな下の細かいところなんて、はい、そうですね、はい、本当にすごい、なんか埋まってるみたいな、はい、そうですね、地面の中からこう這い上がってきている様子が、そうですね、はい、すごい見受けられます。ここではダメも五郎さんの本を元に、はい、ちょっと勉強したことを、はいはい、説明させていただきます、はい、最後の審判なんですけど、はい、こちらはクレメンス7世からの依頼で制作されました。人体を引き伸ばして歪ませて描く画法が次の時代の様式のマニエリスムの先駆けになっているということです。で、天地創造、この天井の、はい、方はですね、はい、旧約聖書の創世記の9つの場面を4年がかりで、はい、はい、描いてたものになっているんですけれども、はい、こちらはちょっと松浦さんに、はい、説明をお願いしたいな、はいはいはい、この天井画の中央のところ言ってくださいましたね、9つの画面が描かれていて、はい、その私たちの頭上のところからまず初日1日目が始まります、はい、6日間で神様が世界を作っていく初日に神様が光あれと言って、はい、光と闇が創造されていきます、はい、でちょうど中央のあたりに神様が人類で初めての人間アダムを創造するという、はい、場面です。あ、はい、天井画もテニスコート3面分ほどはあるので、すごいな。ちなみにあのここの場所なんですけど、うん、はい、あの紅白の時に米津さんが、はいはい、レモンをここで歌われてたと思うんですけど、ちょうどこのホールの中央のあたりに、はい、あのセットを組まれて、はい、はい、歌唱をされました。そうなんですね、はい、私はあのテレビで見てて、はい、すごいところで紅白をやってると思ってすごい感動してたんですけど、はい、ちなみにその時の皆さんの裏話とかをお伺いできたらと思うんですけれども、はい、そうですね、正面玄関入られて、はい、すぐの長いエスカレーターのところで、はい、実はあの私たちも演出の一つとして参加させていただいて、はい、そのエスカレーターに並んでろうそくをこう、はい、見ました立ち上げるという演出を、はい、参加させていただきました。すごいですね。そうですね、貴重な、はい、もう体験をさせていただきました。いやでもここで歌ったら相当気持ちよさそうですね。結構その響くというかね、はい、声も反響があったりすると思います、はい、ここで和田クイズ。ここは現地で見るよりも見やすく
なっている工夫があるとのことなんですけど、はい、その工夫は一体何でしょうか。五郎さんお答えください。見やすくなってる工夫、はい、天井低いでしょ。実際よりと思うんだけどな。それも正解だったりするのかな。あの実際は横にペルジーノとかボッティチェリとかの壁画がダーッとあるわけですよ。でそれもそこそこの高さにあったような、今のあれだとその壁画が入るスペースがなさそうなんだよな。縦横のあれは同じになって、このボルトのあれは同じだけど、もしかしたら全体が若干低くないか、実際より。五郎さんさすがの観察眼。確かに作品は原寸大ですが、ホールの高さは現地より低くなっています。しかし高さが違うのは入り口周りが現地と異なっているなど構造上の理由なんです。では正解はこちらです。現地はやはり下からでしか天井がご覧いただけないんですけれども、当館は一つ上のフロアに上がっていただく と、この場所から天井画もより近くにご覧いただくことができます。なるほど、はい、でまた横にも当館には通路がありまして、はい、このサイドからもご覧いただけます。すごいですね、はい、すごい。さっき小さくはないんですけど、そうですね、下から見るよりもより近づけるので、はい、余計にこう迫力が、はいはい、感じられたりとか、はいはい、なんかイエス様と同じ目線に、はい、ね、なんかそうですね、はい、高さがこう合ってて、はい、また下から見るのとここから見るのでは全然ね、はい、全然違いますね。印象も違ってたり、全体がこう見渡せるので、はいはい、すごいいろんな楽しみ方ができますね。当館も時にはその椅子に寝転がって見てたらこれが疲れるので、あ確かに寝転がられて、はい、でこうご覧になられてる方もたまには、お見かけすることがあります。それは OK なんですか。他のそうですね、方、はい、お客様にご迷惑でなければ、はい、ご配慮いただければ、はいはい、自由な形でご覧いただければと思います。すごいですね。なんかやっぱり現地ではそのできないことなんですけど、はい、その当番名画美術館だからこそできたりっていうのがあるので、うん、まあ、そこもまあ一つ当館の魅力でもあるのかなというふうには思いますね。そうですよね。お腹鳴っちゃった。五郎さんは、うん、システィーナ礼拝堂行ったことがあるよ。あ、うんうん、どんな、だからもうちょっと天井は高かったって。あとだから横にもみんな、あの最後の審判とミケランジェロばっかり見てんだけど、ミケランジェロの大先輩たちのボッティチェリやペルジーノだとかギルランダイオだとかのやつが横にこう壁画であって、こっちも見てほしいんだよね。なんかいや俺も聞いた話しか知らないんだけどさ、はい、あれでしょ、あのなんかナルトのさ砂がいいんでしょ、うん、ナルトのところの砂がすごくいい砂があんだけどさ、ほとんどあのセメントの材料に出しちゃってて、うん、でもったいないって言って、当時の大塚製薬の技術の人がこれで陶器を作ったらどうかと、うん、その方が材料としても高く売れるし、あのみんな幸せだみたいなことで、それでタイルを作ろうって話になって、タイルをやり始めて、でどうせだったらでかいタイルを作れるようにしようみたいなことで、それであの滋賀県にある陶器工場と大塚製薬でできて、でそこでとにかくでっかいタイルが作れるようになったんだよ。でまあそれがまず最初にあって、でその後ほらあの鳴門大橋っていうのか なんていうのか知らないけど、橋できて、で明石大橋とかもできて、要するに本州ともう直で車で来れるようになるっていうんで、入り口のところに観光の名所が
欲しいみたいなことで、大塚製薬 の, あの大塚正人さんだけかながだったら当伴で一大美術館が作れないかみたいなことで作り始めたっていうんだよな。で、当伴絵画っていうのはあるんだよね、昔から。特にあのドイツの陶器メーカー、ベルリンカーペームとかウィーンのアウガルテンとかマイセンとかはで今でもあるよ。でもほら、またでっかいタイルが作れるっていう前提があったから、だったら原寸大でやったら100年後200年どころか1000年後も色が変わらない名画ができるんじゃないかって言って始めたんだと聞いたよ聞いたよ。結構大変なんだよね、うん、お腹が空いた和田はちょっと怪しい食堂へ向かいます。次なんですけれども、はい、こちらもあの環境空間ごと再現しました、はい、展示室がございまして、はい、あのゴヤですね、はい、ゴヤが晩年、まあ、生活をしていた、はい、ゴヤの黒い家の食堂、家を1階と2階と再現した、はいはい、展示室となっております。すごい。和田さん実は、はい、お好きだと、はいはい、伺いました。そうなんです。こちらがあの1階の部分で、ろう者の家ね、ご食堂、はい、展示室ですね。なんかすごい楽しみに来たんですけど、はいはい、実際怖くて一人じゃ入れないそうですよ。飯食えんのここで。ここでは食べない。食べないの。ここでなんかパーティーとかやってほしいな。ワインがあったり、パンがあったり、はい、こういうろうそくの中で生活をしていたのかなっていうのも感じていただけるかなと思います。ちなみに私が好きな、はい、すごい、はい、サテルヌスが、はい。これが好きなんですよね。好きなんですこれは、はい、ラインスタンプもこれで、ね、どんなところが結構好きなんですか。いやでもなんかあんまり怖くなくないですかお顔がちょっと可愛い顔してるなって。和田さんにはそう映って、はいはい、あと私あの、はい、ちょっとここを見て、はい、発見したことがありまして、はい、こちらの絵なんですけど、はい、あれば公爵夫人の女性に顔が似てないかなって、あ、似てるな、はい、思うんですけど、なんか関係が、ね、あ、似てるね、確かにね、はい、そうなんじゃないの。あ、同一人物ですかね。わかんないけどただもうこれろう者の家に入った頃には関係は途絶えてると思うんだけどね、小屋とのね。レオカディア・ワイスって誰だっけな、そんな人いたっけかな、あのお手伝いの人かな。いや、 やっぱりそうだ、あ、うん、あの家政婦さんやってた人だよ。じゃ似てるけど、あ、似てるけど違うね。だからその人なんじゃないかということでこういう題名がついてるというわけだけど、まあ、実際わかんないよね。わかんないですね、うん、でもまあ その人だということに広くなってるみたいだよ。レオカディア・ヴァイスっていう人みたいだよ、うん、だからその人だとしたらそれはどういう人かというと、その晩年の小屋のところに家政婦として来てて割とよろしくなってまあ暴動亡命にもついてた人だね。似た顔の人を好きになったのか、似た顔に描いたのか。あ、なるほど、似た顔に描いたのか、うん、そもそもレオカディアじゃないか違う人なのかと、いろんな可能性がありますね。あ、面白いです。誰に頼まれたわけでも、うん、何に忖度するわけでもなく描いた絵ですよ。それがどうしてこんなダークな絵ばっかりなんだ、うん、みたいなことですよね。当時のゴヤのその鬱屈した状況を物語ってるんじゃないかとか、いろんな説があると。まあそういう、まあ、詳しくはぜひゴヤの会のあのこの当チャンネルのやつを見ていただきたいんですけども、はいはい、前解説の時には見取り図を五郎さんに出していただいて、はいはい、説明しました。もう忘れちゃったよ俺も、うん、さっきのあのアルバ公爵夫人みたいな絵が
あそこの食堂にあった記憶もないんだよね。あったんだと思って。そしてこちらの食堂は実際に座ることも可能ということで、小屋目線を体感。体感。ご飯を食べたい。ここで小屋の晩餐会を開いてほしい。ちょっとこれどこに座るかすごい悩む。ちょっとこちらに失礼します。はい、すいません。ああ。落ち着く？いや、落ち着きはしない。いやーなんか、まあ、でもなんか慣れれば。多分実際はもっと上から来てたと思うよ。上から。私すごいあの人が怖くて、あのなんかギターを持ってた。わかります、私も。逆に絵にはこんな光が当たってないからね、実際は。白目みたいな。そうですよね。なんかすごいゴヤのなんか描く人の顔っていうか、ちょっとこう独特なね、雰囲気されてますよね。ですよね。なんかこれってあれピクニックなんですよね。あ、そうなんですか。なんかお祭りなんですよ、マドリードの。実際あるそのお祭りがなんか描かれてるんですよね。ああ、そうなんですよ。じゃああの怖い男の人は歌ってるんですかね。みんな怖いかもしれない。はい、すごい。あの人は見たくないって。こっちを背にしたら一番私は好きかもしれない。こっちの方が。あ、ギターの人を見ないで。はい、ギターの人を見ないで、ちょっとこんな感じ。こんな感じだったら大丈夫そうです。私は。なんかもはやちょっとあの食べてるやつが。あのトッポギっぽく見えてきましたね。松浦さん、サトルヌスは苦手という派ですか？サトルヌスはそうですね、ちょっとトッポギには見えなかったですけど。見えないですか？ゴヤのどういうこう思いがありながら配置されたのかなっていうのも気になるところですよね。ね、なんかどの場所でお食事をね、どんな風にこうされていたのかっていうのもなんか気になってきます。そうですよね。どこが一番お気に入りの席だったんでしょうかねとか、はい、面白い、ね、実際にこうなってるとそういうのが考えれるから楽しいですね。突然ですがここで鳴門市豆知識。じゃあこちらが食堂ということで、ここにもパンがあるんですけど、あの鳴門市はパンにゆかりがある町だということなんですよね。あ、鳴門市の大麻町というところにドイツ兵が、はい、まあ、いたバウント捕虜収容所という、まあ、ところがあったんですけども、はい、そこに、まあ、いたドイツ兵たちが、はい、地元の人たちと交流していく上でパンの文化といいますか、そういうのが伝わって、はい、今こうして鳴門市に数多くパン屋さんがあるのかなというふうに数多くあるんだ、思ったりもしてるんですけど、はい、ということで鳴門市の人気のパン屋さんに行ってきたので、はい、こちらをご覧ください。ちょっと待て、ちょっと待て、はい、鳴門市の人気のパン屋さんに行くのはいいんだけど、はい、ここでクイズ。ドイツ兵はいつ捕虜になったんでしょう。いつ、お、何の戦争の時の捕虜でしょう。なぜドイツの捕虜がいたの。確かにそうですね。いつドイツと戦ったんだ日本は。第一、え、日独、違う違う第一次世界大戦なんだよ。あ、日本第一次世界大戦に実は参戦してるんだよ。へ、で中国の青島ってところがドイツの疎開地だったんだよ。そこを攻撃したんだよ。はあ、なるほど。
今もチンタオビールってあるだろう、うんうん、ねえ、なんであそこにビールがあるかっていうと、あそこがドイツの疎開地だったんだよ。あそこを日本軍が攻めてドイツ人の捕虜を連れてきてたんだよ。でなんか徳島だけじゃなくて、なんか瀬戸内海のあの辺にいくつか収容所があって、それぞれになんか物語あるよね。あれユーハイムもそうじゃなかった？あ、そうなんですか。ほら、そうだ。そうだ。でしょ？カールユーハイムも確かその時にバームクーヘンが生まれたのも、その時いろんなもんが生まれたんだよ、あの時に。大塚国際美術館の方も通うというパン屋モフさん、休日には県外からもお客さんが来る人気店なんだそうです。一部のパンには国産の天才糖を使用しており、お腹にも優しいパンなんです。それではナルトの綺麗な海を見ながら、すごいとこに置いたな、テトラポットの前に。クロワッサンを食べたいと思います。フランスのパンだよ。いただきます。うまそうだな。香ばしい。クロワッサンのなんとか抹茶ってやつが食いたいようで。なんかモフさんのパンは水分量が多いらしいです。チョコパンプディング。チョコパンプディングじゃねえ。チョコパンプディング。いただきます。うん。チョコや。チョコ。うまそう。なんか、なんじゃこれ。紅茶とチョコって書いてたんですけど、酸っぱい。酸っぱい？甘さもある。なんかわかんないけど美味しい。ひどい食レポだな。あ、なんか、え、あんこ？これあんこですかこれ？おお、あんこみたいだね。あんこかもしれない。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、ひどい食レポだぞお前。結局何もわかんないじゃないか。俺とおぎやはぎも食レポのことは言えないんだけどさ、うまいしか言わないからさ言えないんだけど、わからないわ初めて。美味しかったのね。美味しかったね。わかりました、はい、これも食いたかったなと。さあ美術館に戻りましょう。小屋の家は2階のサロンも再現されているそうで、あーこっちもこっちで、いかがでしょうか。まあ、さっきよりはこれ2階の部分か。あの魔女のあれとかがあるとこか。これでなんかゆっくりするっていうことですよね、はい、あ、そうですよね。はい、私ここの絵見てて、この絵がすごい気になったんですけど、あ、犬が、これが何か分からなかったんですけど、五郎さんはこれなんだか分かりますか？まあ、分かると思うんですけど、犬だろ、それ何だと思いますか？いや、まあ、犬だよ、犬だよ、今見たまんまじゃん、これワンだよ。はい、これ犬ですよね。そうですよね。これどういう状況の犬なんでしょうか、教えてください。これなんかこういう丘の向こうにワンがいるんじゃないの、これ。あ、埋まってんのこれ。あ、おそうです、題名が砂に埋もれる犬。そういうことだよ。でワンはワンワン助けてって言ってんだろ。あ、助けてやれよ早く。かわいそうじゃないかよ、ワンコ砂に埋まって助けてって言ってんだよ。はい、じゃあここにひまわりのソファーがあるんですけど、オーダーメイドで。オーダーメイドなんですか。すごい。このソファーは当番じゃないよな。ここにも当番でひまわりが展示されているということで、7つのひまわりが揃って見れるということで、はい、そうですね、はい、ぜひ展示室へご案内します。はい、ありがとうございます、はい、どうぞ。かわいいフォトスポット、ね、あ、7枚を全部あれしたんだね。こちらが7つのひまわり展示室で、ゴッホが十数点のひまわりの絵を描いているというふうに言われているんですが、はい、そのうち花瓶に生けられたひまわりを7点描いているというふうに今言われているんですが、その、まあ、7つのひまわり、花瓶のひまわりを
この展示室で一堂にご覧いただけるという、展示室になっています。すごいですね。でゴッホが描いた順番に左から揃っておりまして、その経緯を、変化を見ることができるようになっています。すごいですね。そうなんです。結構ちっちゃかったりちょっと大きくなったり、そうですよね、全部同じサイズだと思ってました。そして先ほど五郎さんもおっしゃっていたかつて日本にあった幻のひまわりも見られるんです。これがもう今は焼けてなくなってしまった、兵庫県の芦屋市で第二次世界大戦の折に焼失してしまったものを、残っていた図録をもとに再現をしたものになります。これが焼き物とは思えないです、近づいてご覧いただくと、絵の具の盛り上がりとかだったり凹凸を間近でご覧いただくことができます。なんかすごい立体的に見えるんです ね。浮き出て見えるんですけど その盛り上がりも再現をしています。すごい。陶板で実際に浮き出てるんですか？あ、そうなんです。浮き出てるんですか？浮き出てるんです。わかる？わかりますね。こことか特にわかりやすいですね。そうですね。この辺りとか、ぜひひまわりとかだったら、ここも結構ボコボコしてます。すごい。わかる？わかります、わかります。立体的に見えるんじゃなくて、実際に立体なんですよ。実際はそうですね。専門家が転写紙を載せて、その白い陶器の板に乗せて焼くんですよね。その後に専門家がレタッチといって絵の具をこう上から釉薬をつけて、その盛り上がりをつけていくんですけど、でまた焼いてっていうのを何度かしてこういう凹凸をつけていくっていう、そのあたりはもう人の手がこう加わってやってますね。なので、焼き物なので焼くと色が変わったりするんですよ。そのあたりが大変だったとお話は伺ったんですけど、なんかこのつぶつぶ感も、そうですね、すごい。いやでも実際見てほしいですね、これは。実際間近で、実際の方が分かりますね。あ、これも、そうですね、こういうのがすごい力強いこうタッチが見えますよね。4枚目まで、ここまでは夏に描いたんです、わずか1週間くらいで、でこっちが冬に描いたものと言われていて、冬にはひまわりは咲かないので、模写、この3枚目を模写したっていう、この背景の色が、よく見てたりっていうのもあって、そうですね、で4枚目を見てこちらとこちらを模写したみたいな、確かにひまわりを描いているゴッホです。なんか私実際にこの日本の損保美術館にある、そうですね、損保美術館にこちらが、本物を見たことがあって、どうですか？いやでもこれそうですよ、なんて言ったらいいんですかね。どうしたらいいかなでしょうか。いや本当に分かんないって言ったらあれですけど、分かんないです。なんか再現度が高くて。ありがとうございます。本物はガラスとかにちゃんと入ってて、なんか照らされてて遠くからしか見れないので。大事にされてるんですね。なので私たちの美術館はこんなに近くで近くで、こういうのとかもじゃ あそうですね、実際その筆の動きをっていうのがなかなかやっぱりここまでね、見ないと近づかないと分かんないと思うんですが、すごいですね、じっくり細部までご覧いただけます。ここでわだめも、こちらのゴッホのひまわりは南フランスのアルルの広い家で制作したということで、なんでひまわりを描いたかっていうと、アルルを日本だとゴッホは決めつけ、画家仲間を集める黄色い家を借りて、集まった人数分食堂にひまわりを飾るつもりで描いていたんですけど、そんなに集まらなかったって。来てくれたのはゴーギャンだったっていうことで、何枚か後から
描いてっていう、うん、ちょっと寂しい。だいぶ寂しいよ。さらに実はもう一点、こちらにはゴッホの幻の作品があるんです。はい、図書館にはゴッホ の、はい、あの自画像を展示しているんですが、さまざまゴッホも複数枚自画像を描いているんですが、はい、唯一全身の自画像を描いたと言われている、はい、あのこちらのタラスコンへの道を行く画家という作品があります、はいはい、もう全身でこう描かれている、まあ、ゴッホがスケッチに行くとい こう姿を描いたものなんですけど、はい、今この作品もどこに行ってしまったのか、はい、もうちゃんとはっきりしたことはわからない作品を再現してるんですけども。ああ、そうなんですか。はい、これも残ってたものを元に再現してるんですけど、はい、さあ来週24日は徳島スペシャル後編、まだまだあります。大塚国際美術館の陶板名画の数々をご紹介。魚介が苦手な和田、美術にゆかりのあるお寿司屋さんで魚介克服なるか、そしてコーヒーで一休み、盛りだくさんな内容でお届けします。お楽しみに。